ラヒーダ実装から始めてこの前八重の神楽の副産物で当局2本ありますけど、混ぜても大丈夫なんでしょうか。別に当局の剥製2本使うことないでしょう。私だったら当局は重ねるわ。だって当局の剥製ってどう見てもアタッカー用の効果だよ。回心上がる、ダメバフ上がる、攻撃力上がる。で、まあ、考えてみてくれ。螺旋行くやん。で、上と下8人じゃん。弓キャラ、まあ、2体3体使うときはあると思う。8人中。その中にアタッカーが何人いる？アタッカーの弓矢キャラ、先生1人やろ。うん。私なら当局重ねるな。アタッカーで当局が合うキャラクター、弓矢キャラで 2体以上採用する局面あんま思いつかないし、もし当局重ねちゃって、まあなんか星別にね、あの配布の星読んでもね、別に落下とか全然星読んでも強い武器いっぱいあるねん。弓矢落下でもいいし、宵宮とかだったら弾球でも合うしさ、まあ宵宮きなり弾球ありだしさ、まあイエラも弾球ありだしさ、まあ、なんか、うん、結局当局の剥製レベル92本作ったところで2本とも使う機会そんなないんで重ねちゃいましょう。逃げ道はありませんかな。2本使うようなシチュエーションがあるかどうかやな、悩むとしたら。終焉弓は悩む。終焉弓合うキャラクターがめちゃくちゃ多いんでね。